はい、こんにちは、僕です。ベンジェンス続きをやっていきましょう。今回からね、台東区の探索になるんですけれども、またね、ちょっと録画外で、ぐるぐる回って、今行ける限りね、マガツカを攻略しておりました。レベル99のマガツカもね、倒せましたんで、まだ終わってないマガツカもあるんですけれども、まあ、行くためにはね、ちょっと途中でイベントを挟むようなので、録画しながらね、向かっていこうかなというふうに思っています。んで、ここですね。これ、アドラメルクだと思った。アドラメルクがいますね。確か無印の時は、もう片方のクエストを受けた気はするんだけど、今回はアドラメルクの依頼を受けましょうか。いや、あなた珍しい悪魔ですね。私はアドラメルク。ちょっと話を聞いてくださいな。実は今困っていることがあるのです。それは新しい時代に順応できない古臭い思想を持った悪魔の存在です。この東京は我らの地だなどと主張するひどい石頭。すでに今は新しい時代、強者が正義というようになりましたのにね。あなたもその力で敵対する悪魔を倒してきたのでしょ。ならば分かっていただけますよね。だからあなたに手伝ってほしいのです。いつまでも古い価値観を振りかざす連中に正義の鉄槌を下してきてくれませんか。レイドオン東京、行けましょう。ありがとうございます。やはりあなたに話して正解。あなたが正義を下す相手は時代遅れの天つかみ普通主です。上野公園にいるはずなので現実を叩き込んでやってください。成功したらこのアドラメレク、あなたのお仲間になろうかしら。で、行きましょうか。アドラメレクが仲間になるんであれば、あれですね、本作アドラメレクとマンセマと夢の共演が叶うんですかね、もしかして。あそこか、上野の方はね、一度ぐるっと回って行ってきましたので、龍脈を使ってね、移動することができますね。ここにいますね、普通主。戦っていきましょうか。あなたは何者？その方から漂うあの打天使の匂い。拙者の命を狙うよう言われたか。依頼を果たす。話し合う気がないどころか、こうして刺客を送り込む混沌の輩どもめ。我が怒りで叩き切ってくれる。戦っていきましょう。普通主は何だろう、弱点。まあ、確認する前に一旦やぶさめショットだな。万里のメガネ使っていきましょうね。呪殺弱点しかない。ただ攻撃も物理攻撃しかないんですね。なるほど。呪殺か。戦いづらいな。消費石でいいかな。自殺の消費石で弱点を取っていきましょうか、じゃあ。そして、この花咲夜にランダマイザーを覚えさせましたので、これも入れていきましょう。同時に、マハタルンダ。タルンダはいらないか。サマーソルトとりあえず一回入れとけばいいんじゃないかな。で、タルカジャを巻きましょう。ちょっと硬いっすね、こいつ。硬すと、危ね。会心の覇気。だから、次は必ず、クリティカルが来るな。危険だな。呪殺硬いな。会心の覇気をしてるから次必ず2回行動してくると思うんですよね。防御した方がいいような気がするんだけど、防御しとくか。回復もした方がいいんですよね。ガードして君も回復しておきたいな。どうでしょうか。ガードしてれば、ダメか。直撃。何それ、カタストロフって一発だけじゃないの。いや、マガツ火を貯めてきた。マジか。カタストロフって複数ヒット、今耐えられなかったの。
いや、特段威力の物理属性一発だけですよね。いや、待って。物理の増幅？アクティブにいる間。関係ないか。くそ、強いな。またガードしなきゃな。攻撃力下げてるんですけどね。ガードでしのげるかな。プレスターンが2にあるのか。常に会心の覇気を入れてる。自殺の消失石を入れて、復活させなきゃな。あ、間違えちゃった。今何をした？あ、R1 をしちゃった。間違えて。三言真珠でこの花咲夜を起こして、やってしまったな今のは。そしてどうしようかな。アハタルカジャだけでも持続しておきますか。次会心来るでしょ。カタストロフ、あ、全然効かない。なんでだ、何が違ったんだ今。なんでこの花咲夜を呼びましょう。で、一旦この花の兵を入れて、トンボ蹴り、自殺の消費石使って、なんとか勝てるかな？どうかな？結果表層も使いましょうか。で、もう一発回復だな。相手の攻撃力も下げたいな。危ねえ。大丈夫？会心の覇気。魔月品を貯めてるわけじゃないんだよね。怖えな、こいつ。どうしようかな。いや、自殺を使うか。とりあえず一旦は攻撃をしていきましょう。んで、HP と MP を全回復。ストックを含む味方全体の HP 回復。悩ましい。今必要ないか。どちらかというと、回復するべきだよな。ガードして、この花の A。入れて、サマーソルトも入れたいんだけどな。タルンダを入れたいかな。どちらかというと先に。で、もう一回回復してあげたいところ。メディラマでいいか。ステージマンに死なれちゃ困るんでね。危なかったな、今の。かなり、マジか。痛えな。タルカじゃプラス4。まあ、それはいいや。かなり際どい戦いだな。敵のプレスターンが奪えればいいんですけどね。2回動くのがちょっと嫌らしい。で、また復活しましょう。半言真珠で。アマビエを起こして、この花の A を入れなきゃな。回復量足りないよね。今あいつまた会心状態になってるのかな。あ、なってないね。であれば、サマーソルト入れてしまう。カタスト、耐えられないの？そう。強い。困ったな。とりあえず呼ぶか。アマビエを呼んで。出番だ、行け。いや、マガツヒスキル、なかなか使うチャンスがないな。殴って。どうしようかな。攻撃するように、攻撃した方がいいよな、少しでも。もしくは、物証石がまだ残ってるかな。いや、もう残ってないや。物販鏡で、主人公を守ろう。
で、ハンゴン神社でこの花咲やんを起こす。回復できなかったけど、どうかな。誰が攻撃されるかな。そっちかい。あ、全然効かない。アルテミスには全然効かないんですよね。そしたら、この花咲やんを戻して。くっそ、戦いづらいな、マジで。マガツヒスキル使おうかな。回復で使いたいな。どうせなら。弱点を取って、弱点を取って、回復で使う。一旦回復したいんだけどな。味方全体に敵を倒すごとにプレスタン、必要ないな。どないしよう。回復かな。メディラまで回復しよう。これじゃ回復量足りないんですけどね。床屋の祈りで回復してしまっても良いかなって思ったんだけど。いや、タイミングが難しいな。月下表層だな、とりあえず。で、この花の絵。いやでも耐えられなかったもんな、この花咲夜。普通の攻撃で。カタストロフ。やぶね。あ、怖えんだよ、マジで。ナイスだ。ナイスだよ。ここでじゃあ、マガツヒスキル、会心入れていきましょう。こんな苦戦すると思わなかった、こいつに。普通に強いっすわ。いやもうこれ、ゴリ押しでいけますね。銀河劣勢剣。危なかった。戦いづらかった、すごく。ペペ島レベル61になりましたね。よかった。もう格上だよね。敵のレベル確認してなかったけど。敵の方がレベル高そう。なんということだ。だが、これも世のだがこれも世の流れということか。国津がそうであったように。我ら天津もいつかは。オッケーオッケー。無事攻略できましたね。いくつか報告できるクエストがあるので、まとめてちょっと報告していきましょうかね。まずは君だ。どこだ、ここか。いかがですか？あの石頭の普通主はどうなりましたか？普通主を倒した。フォー、最高ですね。あなたならきっとやってくれると思ってました。レドン東京クリア。魔力の霊光二つ。レベル上がるんだ。それでは約束です。あなたのお仲間となりましょう。アドラメレク。まさか、アドラメレクに力を貸すなんて。彼は暴力によって、東京の秩序を混乱させようとしているのよ。陽子と出会って、私も学んだわ。世界には綺麗事で解決できないことがたくさんあると。どんなに全てを救おうとしても、どちらかを助ければ、どちらかが損してしまう。その解決の手段としての争いを、すぐになくすことはできない。だからこそ、力がある私たちには、より正しい方を選ぶ責任があるの、わかるでしょ？意に反していたらしい。アドラエレク仲間になったからまあいいんじゃないですか。あれなんだろう？それ、またロールとかカオスルーとかみたいな感じがあるのかな、まだ。あとはこの辺に、ジークフリートか。ジークフリートの依頼は何だったっけな。何を達成したんだ。君か、ゾンが早かったな。こちらにも少々動きがあった。偵察に出たファフニールたちが帰ってこないのだ。やったのは他の支部の悪魔だろうな。私の思っていた通りだ。水面下での潰し合いはすでに始まっている。さて、ガルーダを倒してくれってやつね。ガルーダの剣だが、その後どうなっている？ペペ島はガルーダを倒したと報告した。その言葉が聞きたかった。正直君には荷が重いかと危ぶみもしたが、期待以上の働きだ。素晴らしい。これで北欧支部も巻き返すことができそうだ。後のことは案ずるな。戦場、戦場をかける乙女たちがガルーダの死の真相を広めよう。インド支部は主神への強い忠誠心のもと結束を保ってきた。
ビシュヌへの信頼を失えば突き崩すはたやすいであろう。はは、思い知るがいい。味方に背中を刺される衝撃よ。信奉者よ、君には助けられたな。このジークフリート直々に褒美を授けようではないか。何くれるの？何それ？ハマの霊戦？何それ？レベル上がっちゃった。経験値すげえな。62まで来ましたね。もうちょっとでね、ナーマが作れるんですよね。木曜支部に貢献できたことを誇りに思うがいい。またバルハラで相まみえよ。オーディン教に勝利を。行っちゃった。また会う機会あるのかな。あとここにいるのは、あ、これもう終わらせちゃおうかな。暗号コーン上げてしまおう。悪魔の豪華箱を手に入れた。あまり嬉しくないな。1,2,3。確かに。すげえ、あんた。本当に睡眠の秘跡を半言校にしちまった。よし、これだけありゃ、シルキーさんも納得してくれるはず。そうと決まれば告白だ。お前のことは来世まで忘れないぜ。あわよ。どうなるのかな。あ、行っちゃうんだ。どうなったかわかんないんだ。妖精の村に行けばわかるかな。妖精の村じゃないんだよね。新宿に行ってましたよね。あ、で、この先ね、インド支部なんですけど、そこね、ヤクモがいるんですよ。だから近づけなくて、確かね、イベントがありましたよね。向かっていきましょうか。ヤクモ生きてたんですね。その姿。あなたの半身の気配がしない。あいつは死んだ。嘘。ティアマトの衝撃から俺をかばってな。ジョカージョカーが退場してましたね。でもジョカーも蛇神なんじゃないのかな。だったの。これからどうするつもりだ。ダートを去る。俺はもう王座を目指さない。目指すことができないと言った方が正しいか。半身を失ったのだからな。ジョカはなぜあなたを助けたのでしょうか。さあな。一度ジョカを手にかけようとしたことがある。小僧と同じくらいの年の頃だ。ジョカは全く抵抗しなかった。結局俺はその時とどめを刺せなかった。そんな俺の矛盾を知っていて、あいつはついてきたのだろう。俺は王の器ではなかった。変わったな。そうだろうな。あなたは確かに創世の王座が求める王ではなかったのかもしれない。ですが、矛盾とは悪いことなのでしょうか。私の言葉も彼の言葉もきっと多くの矛盾を抱えています。真に人を愛するとは、そんな矛盾をも愛すること。私はそう思うのです。そうか。俺は向こうの東京に行く。あいつが置いていったこの命の使い方、そこで今一度考えてみるつもりだ。ヤクモ将兵、以前聖女が彼に言及したことがあったな。あの後彼について調べさせた。今となっては意味のない話だろうが、日本支部に戻れば研究員から話が聞けるはずだ。気になるようなら寄ってみると。気になる。帰ろう。日本支部、東京議事堂じゃなくて、そこの人かな。いや、ヤクモ将兵ですか。その人物なら少し前に報告書が上がってました。ちょっと待ってください。あ、これです。読み上げますね。まず、ヤクモの母方の血筋はこの国に古くから続く霊能力者の一族です。父親は警官として市民に尽くし、
周囲に慕われる人物でした。しかし二人はヤクモが幼い頃に死亡、背後にはカリステの暗躍があったことが後に判明しています。早くに親を亡くしたのに加え、自身の霊的素質のためヤクモの少年時代は孤独なものだったようです。カウンセラーとの面談記録にこんな発言が残されていました。彼らは僕の唯一の友達。なるほど、ここで言う彼の友達とは悪魔を指していたようですね。記録は以上です。上院学園近くで彼を見かけたという噂もあるようですが、今は何をしているんでしょうね。今のが私の聞いていた報告だ。この話から得た私の推測を少し聞いてほしい。聞かせてもらおうか。ヤクモは幼くして人間の社会から阻害された。そんな彼に寄り添ったのは悪魔だった。少年時代の発言からも彼は悪魔たちに親しみを覚えていたことがわかる。人間よりもずっと深くな。それがなんで悪魔を全て一掃しようっていう考えに至ったのかっていう話をこれからするの。つまるところ本来のヤクモは今とは真逆の人間だったわけだ。そうは見えない。そんな気はしていた。してた？してない。そうは見えない。今のヤクモを見れば無理もない。しかし私とて伊達に浮世を見てきたわけではない。深い憎悪とは往々にして深い親愛の裏返し。そうは思わないか。簡単。さらに数々の悲劇を目の当たりにしたヤクモの心の傷は深かった。すべての魔を切るという目的は彼が己を保つためのよすがだったのかもしれない。とはいえこれはあくまで記録をもとにした仮説だ。真実はわからない。彼は王座を目指すのをやめた。王座を目指す者にとって重要なのはその事実だけだ。少年、我々の歩みはまだ終わっていないのだから。もう会うことはないのかな。街に出てみましょうか。マント姿で軍刀を持った男をまたさっき見かけたよ。以前話した時と比べると少し雰囲気が変わったような。気のせいかもしれないけどね。目撃情報がある。亡くなったヤクモ巡査部長に似た男が倒れた人を解放しているのを見かけてね。きっと彼の息子さんだろう。不器用そうなところがよく似ている。来週はスカイなんとかって塔の取材。あれ、有名なのに名前が思い出せない。いや、そんな塔なんてあったっけ。スカイツリーが消滅してる。そんなところですかね。他に特に変化ないですし、よくも巡査部長はどこにもいませんね。よし、じゃあ改めて浅草小道を抜けてインド支部にね、向かっていきましょうか。シヴァン様が苦行に入られたということは、もはやこの世界は破壊されるべき時が迫っているということでしょうね。インド系の人がいるな。シヴァー様はルドラの秘宝を行うため苦しい修行を続けているのよ。その間バツキ様がシヴァー様に代わって私たちを導いてくださるわ。やっぱりバツキがいるのか。よし、じゃあインド支部にあるマガツカまでたどり着けましたので、ここ…あ、嘘。なんで真下から出てくるんだよ。ちょっと逃げられないかな。逃げられました。よかった。ナイスだ。無駄な…ああ、ぶつかっちゃった。まあいいか。ランダが一体だけ。ランダって物理攻撃効くんでしたっけ。あれどうだったっけな。一回ワンリのメガネ使わないと分かんないですね。物理攻撃効かないんだ。火炎ジオハマー弱点か。あ、ジオ消しちゃったんだ。トンボ蹴り効かないのか。クソ、
じゃあ遺跡を使っていくしかないですね。一体だけで出てきてるってことはそこそこ強いんじゃないんですかね。衝撃は効かないのか。弱点ではない。電撃の遺跡を使って、強雷だな。で、一旦ランダマイザー、ランダにランダマイザーを入れましょう。そして、マハタルンダ必要あるかな？貫く闘気を入れとこうかな。そして、マハタルカじゃ。どうじゃ？何をしてくるんじゃ？マカラカーンですか？魔法効かないじゃん。どうしようもないじゃん。嘘。これ貫通しないから。強化、月下表層であれば貫通してダメージを与えられる。いや、そうじゃなくて弱点取れないからガードしないとダメだよね。大丈夫かな。ペペジン与えられるか。危ねえよ。マカラカーンは切れてる。あ、切れましたね。よしよし。なんだっけ、火炎と電撃が通るのか。一回タルカじゃここで巻いておきたいな。ほんで、強雷して。今のタルカじゃいらなかったな。この花の A を入れるのであれば、必要なかったな。ランダマイザー入れたいんだけどな。体力持つかな。ランダマイザー入れちゃおう。回復してくれ。うまく。貫く闘気が入っているので、銀河劣勢剣。大丈夫だよね。あれ、貫く闘気入ってるよね。大丈夫、不安になるんだけど。え、入ってなくない？貫く闘気しましたよね。不安になってくるんだけど。ちょっと銀河劣勢剣したらまずい。一回リセットされちゃったかな。今なんか秘跡使ったからそれで消えてますね。あ、よかった。危ね。攻撃するところでした。ナイス。いいぞ。もうちょっとで魔活費が溜まるけど、その前に決着つきそうですね、これは。パスし、今貫くときしたのか。じゃあ、ぶん殴ろう。あえて物理でとどめを刺しましょう。よしよし。これでまた一つ魔が使おう。攻略できましたね。スカーラシ。何それ。何それ。これで全部の使おうを攻略できたってことかな。スカーラシ。そう、あれだよね。無印版はスイッチでやってたから、トロフィーみたいなのが一切なかったんでね。面白いな。あとそこに青髪の男子がありますね。どうなってんだこれ。青髪ゼロ式か。青髪ゼロ式は前からあった斬死エッセンスかな。ステミか。あ、天剣村久保ね。ありましたね、これは。新しく追加されたやつじゃないのか。よし。浅草の奥までね、やってきましたね。この先にまたバスキがいるかと思うんですけれども。まあちょっと一旦今回はこの辺で終わりにして、続きはね、また次回やっていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ではまた。